フレンズを聞いていただきありがとうございました。改めて今回ヴァンガードのアンバサダーになりましたリリカルリリーです。せーの、よろしくお願いします。やっぱりリリリリは独特な色があるな。可愛らしいというか、ふわっとしてるというか、真似しようとしてもできるものじゃないっていうか。それにしてもリリリリがミニライブと講習会をするって聞いてきたはいいものの、誰か誘ったらよかったかな。一人はやっぱりちょっと寂しい。魔法？え？あ、しのぶさん、葵さんも？こんなところで会うなんて奇遇だね。もしかして真帆さんもファイターだったの？ファイター？すみません、私ヴァンガードのことよく知らなくて、リリリリが出るって知ってたまたま予定空いてたから、初心者 OK とも聞いてたんで。ちなみにお二人は？私はもともとやってたから。でリリリリがアンバサダーに選ばれたってことで様子見に来た。自分も同じだね。このあと講習会があるし、そこでルールとか教えてもらうといいよ。はい。あ、歌終わってトークショー始まるみたい。改めまして、リリカルリリーの春日春菜です。この度はアンバサダーとして選んでいただき光栄に思います。桜田美優です。今日はお集まりいただきありがとうございます。アンバサダーのお話が来た時は驚いたんですけど、みーこちゃんとくるみちゃんはもともとヴァンガード好きだったんだよね。そうなの。だからびっくりしたけど嬉しかったの。あ、竹下みーこです。よろしくお願いします。なの白鳥くるみです。私とみーこちゃんは知ってたから、みゆちゃんとはるなちゃんにいっぱい教えたよね。二人に何か教えることってあんまりなかったから、なんだか新鮮だったね。くるみちゃんとみーこちゃんのおかげですごく助かったよ。ファイトがこんなに楽しいものだとは私知りませんでしたわ。はるなちゃん、最近じゃ放課後はずっとくるみちゃんとみーこちゃんとファイトしてたもんね。最初は国家？ユニット？って不思議そうな顔してたけど、はるなちゃんたら今じゃもうみーこたちよりハマってるの。一度ハマるととことんっていいんちゃらしいよね。皆さんの前でいいんちゃはやめてください。それはくるみさんたちが勝手に呼んでいるだけで。はるなちゃん、話が脱線しちゃってるよ。失礼しました。そういえばみゆちゃんはあんまりファイトしないよね。私は見てるのが楽しくて。そういえば私は国家にリリカルボナステリオを選びました。響きがリリカルリリーと似ていたので。この楽しさをみんなともっともっと感じたいの。だから今日の講習会も頑張っちゃうの。わからないことがあったら気軽に聞いてね。それでは講習会を始めさせていただきます。というのがファイトの基本的なルールです。それでは休憩後、実際にカードを使ってファイトをしてみたいと思います。お疲れ様、はるなちゃん。練習通りにきちんと説明できていたでしょうか？できてたよ。わかりやすかった。このあとみんなでファイトするのが楽しみなの。うん、まずは私とはるなちゃんがみんなにお手本を見せて。あ、みゆちゃんどうしたの？あそこにいるのって。あ、まほちゃん、しのぶちゃん、あおいさんなの。やあ、こんにちは。ネットでリリリリが今日ミニライブと講習会をするって聞いて見に来たんだ。
アンバサダーに選ばれるなんてすごいじゃん。えへへ、ありがとう。皆さんもファイターだったんですか？私と葵はね。私は完全に初心者で。でもさっきのルールとか聞いて私もファイトしてみたくなったよ。春菜の説明がすごくわかりやすくてさ。あの説明ね、スタッフさんがくれたのをもとに春菜ちゃんが考えたの。そうなんだ、すごいね。そんな春菜ちゃん真っ赤なの。あ、ほんと真っ赤っかだ。葵さんに憧れてるから。くるみさん、いえ、あの、同じ DJ として、その、ありがとう、嬉しいよ。いえ私らだって同じ DJ なんだけど。でも葵さんに憧れる気持ちはわかります。はるなちゃん苦しいよ。あ、すみません。講習会ってこれからどんな風に進んでくの？私とはるなちゃんがお手本を見せた後、皆さんでファイトをしていただく予定になっています。その後にはイベントの一環として私たちとお客さんでファイトをするっていう企画もあって。私はそれが目当てで来たからね。楽しみにしてるよ。あとその手本なんだけどさ、なんなら真帆とすれば？え、無理ですよ、初心者ですよ。だからじゃん。お客さんにも初心者の人が多いみたいだし、真帆に教えながら説明できたら分かりやすいんじゃない？それいい考えなの。スタッフさんに聞いてくるの。行っちゃった。スタッフさんから OK もらったの。ハピアラの真帆ちゃんに参加してもらえるの嬉しいって。よかったね、真帆さん。でも私デッキとかないですよ。いい子のこれ貸してあげるの。え、貸すって？それ未開封のスタートデッキじゃん。なんで持ってんの？それはもちろんファイトしたことない人がいつでもどこでもできるように貸してあげるためなの。アンバサダーとしてのたしなみなので。でもそんな開封したばっかのデッキで戦えるの？そこは心配ご無用なの。スタートデッキは基本が揃ってるからちゃんとやれば結構勝てるの。だから真帆ちゃんも大丈夫。そうなんだ。いや、でも大丈夫かな。私たちもしっかり教えますので頑張ってください。よーし。それでは今から実際にコードを使ってファイトをしてみたいと思います。戦うのは春菜ちゃんと、あとハッピーアラウンドからの飛び入り参加、真帆ちゃんです。2人のファイトを解説しながら進めていくの。春菜ちゃん、真帆ちゃん、準備はいい？はい、いつでも。私も。それじゃあ、せーの、スタンドアップ、バンガード。負けた。惜しかったですね。最後のガードが成功していれば。でもでもすごくいい勝負だったの。でも結局終わってみれば春菜は2ダメージしか受けてないし。いえ、初心者とは思えず途中で私もどうなるかとハラハラしましたわ。素敵な勝負をありがとうございました。こちらこそ。わあ、新しい友情が生まれたの。というわけで、はるなちゃんとまほちゃんのファイトでした。それじゃあ次は実際に皆さんでファイトをしてみましょう。もし途中でわからないことがあったら私たちやスタッフさんに聞いてね。
別企画なの。リリリリと勝負してくれるファイターさん大募集。我こそはというファイターさんはいませんか？私がやるよ。手加減はいたしませんわ。当然、私だって勝つために来たからね。春菜さん、分かっていますわ。忍さん、なかなかの手だれですわ。勝負だよ、春菜。はい。スタンドアップ、バンガード。あの、葵さん、こんなことを聞いていいのかわからないんですけど、忍さんと春菜ってどっちが強いんでしょうか？ちょっとまだ流れがつかめてなくて。どちらが強いか、そうだな、二人とも随分とファイトを積んできているようだけど、私が見るにこの勝負は、勝負は互角、しかしまだこれから。しのぶちゃんがドローしたの。ふふん、しのぶさん、何か。行くよ、春菜、コール。そのカードは。ファイト終了なの。勝者は春菜ちゃんなの。春菜ちゃんが負けちゃうかもって思ったけど、ギリギリの逆転勝利だったね。カードの引きが良かっただけですわ。そうでなければ、負けは負けだよ。次は絶対勝つから。受けて立ちますわ。私も負けません。真帆さんの時もだったけど、不思議、勝っても負けても楽しそうだし、勝負した後の方が仲良くなってるみたい。ミーコ、ちょっとわかるかも。ファイトしたから相手のことを好きになるとか、初めて知ることとか、そういうのがあるの。負けて悔しいだけじゃないのが面白いところだよね。そうなんだ。すごい、次から次にお互い仕掛けていって全然目が離せなかった。それに葵さんの言う通り、春菜が勝ったし。どのあたりから見抜いていたんですか？当たったのはただの偶然。ヴァンガードはどのカードをどのタイミングで使うのか、同じルールの中でやり方も工夫も違うから、完全に読み切るなんて無理だよ。だからこそ面白いんだ。さて、それじゃあ、しのぶさん、ありがとうございました。お次は、もしよければ自分が立候補してもいいかな。次の挑戦者は葵さんなの。はるなちゃんも葵さんも頑張れ。よろしくね、はるなさん。であればライドを。しかしガードも心もとないことを考えると、どうしましょう。緊張して頭が回りませんわ。はるなちゃんが、ファイト終了なの。はるなちゃんが負けちゃった。あ、じゃなくて、この勝負の勝者は葵さんなの。ガードのことばかりでアタックがおろそかになってしまいましたわ。次は私だよ。春菜ちゃんの仇は私が取る。お手柔らかに。スタンドアップ、バンガード。へっへっへー、ガード作戦大成功。
私が行くよ。そう来るか。それじゃあ。めちゃくちゃ強いじゃん。忍者よくあそこまで戦えたね。誰が忍者ですか。しかしまさかくるみさんまで負けてしまうなんて。私たちの中でもほぼ負けなしだったのに。次はミコなの。絶対に負けないの。よろしくね。スタンドアップ、バンガード。アタックナノ、やったー、ダメージ強いね。うわー、ミーコちゃん、カモイさん、すごいですわ。これで3連勝か。私はよくわからないんですけど、あれってリリリリが弱いとかじゃないですよね。じゃなかったら私が負けるわけないじゃん。ですよね。葵は強いカードを揃えてるのはもちろん、使い方もうまい。あんた気づいてる？葵って最初しかダメージ食らってないんだよ。最初の引きがうまくいかなかったから食らってるだけで、後半からは全部ガードしてたでしょ。そうでしたけど。でもそれは葵さんの引きが強かったのもあるんじゃ。それもある。でもそれ以上に持ってるカードを熟知して、使うタイミングも全部頭の中に入ってるから、次どうするかを考えて手が止まるってこともないのさ。勝つための方法が確立してるってこと？それってよっぽどやり込んでるってことじゃん。だろうね。最初にダメージ食らった時も顔色一つ変えないし。それにしてもあの戦い方、どこかで聞いたような。それにあのデッキ、いつの間にか葵さんコールで盛り上がってるね。このままじゃリリリリじゃなくて葵さんのイベントになっちゃうの。ねえ次は忍さんが相手をしてくれるのかな。その前に聞きたいんだけど、あんたもしかして微笑みの騎士？